来年度の税制改正の焦点になっている法人税の引き下げをめぐり政府の税制調査会が穴埋めのための財,政案財源案を初めて提示しました経済産業省は来年度法人税を5%減税するよう要望していますが財務省は減税分と同じ規模の財源を確保するよう求めています税制調査会の財源案は企業の税負担を軽くしている メッカ焼却制度や研究開発減税の見直しなどが柱になっていますさらに石油化学製品の原料となるナフサへの課税も検討していて総額で最大4兆5000億円規模の増税になるとしていますただ減税の見返りとして負担の増加を求める手法には経済産業省や経済界が反対していて法人税減税が実現するかは不透明です